よし次お前前に出ろ。早くじろ。やめてくれ。新キラーク、おやめください。どうかこれ以上の無体は。うぬは剣王様からこの村を預かったわしに逆らう気か。しかし剣王様がおられた時はこのようなことは。剣王なき今わしらが天下。貴様らが泣くも笑うもこのわしの気分一つ。ありがとうございますが、このままではお逃げくだされ。心配することはない。死ぬのは奴らだ。Thank you.
えかかる。
かねえ。貴様にこの村は似合わない。この俺がもらい受ける。龍が剣王様が消息を絶った後、火の速さで剣王様の行尊を奪い取った男、殺してやるわ。なんだ寒い。これは泰山天狼剣。その剣はあまりにも早く、流血の間もなく陶器さえ感じさせるという。北斗神拳伝承者ケンシロウだ。一度会いたいと思う。これだけの陶器を持つ男だ。お前で二人目だ。この乱世には大木が必要なのだ。強大な力を持った支配という名の大木がな。ケンシロウ、いずれ会うことになろう。変わったことは、あなたの伝説を汚すであろう枝を払っておきました。龍が、褒美は何を望む。もし許されるなら、ケンシロウとの戦いは。よかろう。止める理由はない。ラオウとケンシロウ、わからぬ。果たして時代はどちらの巨木を欲しているのか。だが時代は急ぐ。許せ、我が妹ユリア。強烈なる巨木なくばこの世は収まらぬ。そのためなら天狼は望んで血に飢えた魔老となろう。トキさん、今日はこれぐらいにして休んだ方が。まだ大丈夫。次の人を呼んで。いや、見てくださいよトキさん、俺この通りこんなに良くなりましたよ。しばらくだな、トキ。やめて、トキさんもう戦えないわ。せめて安らかに死なせてあげて。北斗神拳の神髄は怒り。怒りなくしてケンシロウの剣は全てを発揮せん。ケンシロウがこの俺に倒れるようであれば、時代は奴を必要とせん。その全身に浴びた返り血がお前の涙に見える。ならば殺すがよい。この定められた男の命が次の時代の礎となるならば、本も頭は下げぬぞ、トキ。トキ、トキさんが龍河の城に。来たな、ケンシロウ。狂気の殺戮を抱えばわかる。炎王の剣、受けてみよう。
武器を通すと奴に伝わったハハハハ怒るがよい倒したこの剣でお前もあの世へ送ってやろう受けてみよう人王の剣受けてみよう自分にとどめを刺している影腹龍河は狂気の殺戮に走る前に自分で腹を割った平和を求めあえて狂気の殺戮をなす麻老となったしかし剣王の覇権が完成に近づいた今麻老の役に自ら幕を下ろした今こそ確信した時代はこの男ラオより剣士郎を宿命全ては天狼の宿命だ天狼は乱において天帝の使者となりて北斗を戦場へ誘う剣士郎お前を選んだ我が妹百合山に狂いはなかった悲しむな剣士郎悲しみを怒りに変えて生きよ剣王の統治は恐怖によってなるされどその後の平安はお前の手で
竜が良い子を乱世に生き殉じた男たちのもとへ、私たちもまた星となり、熱い男たちと共にケンシロウを見守ろう。さらばケンシロウ。ケンはまた一つ悲しみを。でも悲しみを背負うごとにケンは大きくなっていく。雲が速い。動くか、ケンシロウ。Thank you.